木村さんってあんまりタートルネックの服は着ないんですね。そうですね、タートルネックの服は首がチクチクして嫌なんです、ね、そうなんですか。どうも皆さん、毎日寒いですね。タートルネックってあったかいけど、木村さんみたいにチクチクするから嫌だって人もいますよね。はーい、じゃあ注射します。チクッとしますよ。はい、終わりました。ウニチクチク、サボテンチクチク、ハリネズミかわいい、でもチクチク、刺繍チクチク。どうですか皆さん、イメージできましたか？チクチクするは針で軽く何度も刺されるような感じがすることです。でも最近はチクチクしないセーターもたくさん売られてますよね。なんだか朝から胃がチクチクするんだよね。大丈夫？胃薬飲んだ方がいいよ。そうしよう。ストレスや食べ過ぎでちょっと胃が痛む時も使いますよ。皆さんの国ではチクチクってどう言いますか？よかったらコメント欄にお願いします。